じゃあちょっとやっとサイズ見てきますよ。さっきガラスのケースに置かれる瞬間を見たんですけど、ちょっと改めてもう一回。こちらにですか。あー、うわ、かっこいいな。これ黒煙黄色いんだね。なにこれ。背面ボタンが全然なくて、ダイヤルが上に2つ、シャッタースピードと ISO 感度、絞りリングがレンズ側についてるんで、その3つしか物理設定がないです。もう後ろはスマホみたい、ライトルームが動くやつ。大きいけど、でもやっぱグリップが大事だから、ちょっとこれ台座止めてほしいな。ちょっと台座めっちゃ回る。 USB-C ポートが左側にあるんですよ。でこれよく見るとカードスロットが1個もない。中に 512GB のストレージがあるから。うわー、かっこいいな。なんだろうな、かっこいい。 ZX-1 はかっこいいとしか言えない今のところ。触れないから。